1724年版世界の複数性についての対話はフランスのベルナールル・ボビエド・フォントネルが表した科学啓蒙書。1686年に出版され、フランスをはじめとする世界各国でベストセラーになった。フォントネル29歳の時の著作である。出版前の1686年1月にはメルキュールタウン市で、 女性に優しい体裁のものでそうやなところが全くなくと紹介された。同年に出版されたが最初は匿名での発表であった。しかし同年5月にピエール・ベールによって著者はフォントネルであることが明かされた。出版後はその年のうちに3版を重ねる売れ行きを示した。翌1687年にはカトリックの禁書目録に載せられたが、 その後も番を重ね、フォントネル生前の1757年までに33版に達した。また英語やイタリア語、ドイツ語などに訳され、ヨーロッパ中で読まれるようになった。ベルナール・フォントネル、フォントネルとジー公爵夫人の二人が天文学などについて語り合うという筋立ての科学啓蒙書である。章は序文及び第一夜から第六夜に分かれている。 ただし初版は第5夜までで、第6夜は出版翌年の1687年の版で新たに書き加えられた。夕食後、庭園を散歩中の公爵夫人は、私は星が好きで、太陽が星を消し去ってしまうのを、とかく恨みたくなるのですよと話す。ホントネルは、私もこのすべての世界を見えなくしてしまう太陽を、許せませんねと答える。 すべての世界という言葉に興味を持った公爵夫人はフォントネルにもっと詳しい話を聞かせてほしいとせがむ。フォントネルはまず不動の地球の周りを太陽や他の惑星が回るという世界体系を否定する。そして地球は自転しながら太陽の周りを公転し他の惑星も太陽の周りを回るというコペルニクスの世界体系を紹介し、 こちらの方が世界を単純に表せると述べる。そして、地球の周りを回っているのはもはや月だけであるという。公爵夫人は、月が地球を見捨てなかったのは嬉しいが、地球に自転、公転運動という犠牲を払わせておいて太陽は、何もしないというのは地球に優しくないと述べる。これに対して、ホントネルは、太陽や他の恒星に、 地球の周りを回ってもらうとするともっと長い距離を動かさなければならなくなるし、それに地球という重い物体を動かすのは難しそうに思えるが、大型船が風の力だけで船上を移動できるように、実際は地球も天空を楽に動いてゆけると説明する。こうしたフォントネルの話を聞いているうちに、公爵夫人は次第に地動説を信じるようになってゆく。 フォントネルは月にも人が住んでいるのではないかという。公爵夫人は月と地球は全然似ていないという理由でこれを否定する。しかしフォントネルは月も地球も同じ星で月の輝きや満ち欠け、日食、月食といった現象はなんだ神秘的なものではなく、月から地球を見ると地球もこのような現象を起こしているのだと述べる。ただし月の住人は地球人とは 姿も風習も全く異なっているだろうと述べる。公爵夫人は月に人がいると知りながらその姿を見ることができないことを不安がる。フォントネルは海で隔てられたヨーロッパとアメリカ大陸が航海術の発展によって交流できるようになったように、いつかは人類も月まで行けるようになると述べる。公爵夫人はフォントネルの考えに納得がいかない。 そこで、あなたはご自分のおっしゃることは、きっと真面目に信じていらっしゃるのでしょうねと問いかけると、ホォントネルは、私は夢みたいな考え方でも、十分立派に主張できることもあることを、見せたかっただけだと答える。ホォントネルは、月には人が住んでいないのではないかという。なぜなら、月の表面の様子が変わらないのは月に雲がないということで、すなわち月には水がないからだと述べる。 公爵夫人はいるかいないかはっきりさせてほしい。でも月に住む人に愛着を感じてきたから、できればいてほしいと述べる。ホントネルは月と地球の水蒸気の成分は異なるかもしれないとして、月の住人はいるという前提で話を進める。ただし月と地球の大気が異なるため両者の交流は難しく、また月の住人が見る気象現象は地球と随分違っているだろうと述べる。 そして月での生活についてあれこれ推測する。続けて、ホントネルは、ガツには10中8 9九十人がいるのだから、どうして金星にも住人がいないわけがあるでしょうかという。そして、地球は生き物で満ち溢れているのに、他の惑星に住人がいないのは奇妙なことだと語る。さらに、地球の生物に多様性があるように、他の惑星には、地球とは全く異なった、気質。 風習を持った住人が住んでいるだろうと述べる。二人は他の惑星の住人について思いを馳せる。公爵夫人は、金星人はエスプリと火のような情熱にあふれ、いつも恋をし、死を作り、音楽を愛し、毎日お祭りやダンスや騎馬試合を思いつくような人だと語る。ホントネルは、水星人は太陽に近いためにさらに活発で、 行き当たりばったりに行動する人だと語る。また、太陽には人が住めないとして、フォントネルは黒点の動きなどについて説明する。続けて、フォントネルは外惑星へと目を向ける。そして、火星はつまらない星だが木星は四つの月を持つ素敵な星だというと、公爵夫人は、なぜ月は太陽ではなく惑星の周りを回るのかと尋ねる。フォントネルは、 ルネデカルトの稼働説を紹介し、木星は太陽を中心とする大きな稼働によって運動しているが、木星自体も稼働を持っているため、近くにいた4つの星を支配下に置いたのだと説明する。フォントネルは、木星は太陽から遠いために4つの月で光を補っていると述べる。土星はさらに遠いために月は5つあり、さらに間によって太陽からの光を反射していると述べる。 しかし、それでも土星は冷たい星で、土星の住人は、ちょっとした質問に答えるのにもついたちかかるような、冷静な人だと推測する。公爵夫人は、公星には、住人がいるのかと尋ねる。フォントネルが、公星はすべて太陽のような星だと答えると、公爵夫人は、それならば、公星の一つ一つも、太陽のように稼働の中心であって、それぞれの公星には、 惑星が存在するのではないかと推測し、そのような大きな宇宙の中では自分を失ってしまうと、いい、自分たちの惑星や太陽が、宇宙から見ると、ほんの一かけらでしかないことに対して怯える。それに対して、フォントネルは、天外に、星々が釘付けにされているよりも、無限の広がりが与えられていた方が自由に、呼吸できるように思えると述べる。さらにフォントネルは、 望遠鏡を使うと目に見えない多くの星が見えること、銀河も星の集まりだということ、水星は他の稼働からやってくる星だということに触れる。またフォントネルは、天空は、普遍ではなく、太陽が消えたり、また新たな星が生まれたりすることもあると述べる。ここまで話すと、フォントネルは、あなたは、天空の最後の天外までやってきた。この先に世界を加えるかどうかはあなた次第だという。 公爵夫人が宇宙体系全体を頭に入れた私は学者なのかと問いかけるとフォントネルは肯定し非常に理性にかなった学者なのですよと答えるこの章では第5夜から時を経てからなされた対話が記されている公爵夫人は社交界の人たちに対してすべての惑星には住人がいると主張したが話を取り合ってもらえなかったとフォントネルに愚痴る フォントネルは私たちの秘密を一般大衆に広めないようにしようという。そしてフォントネルは地球が自転していることに関する自分が考えた証明を披露する。それは仮に地球が自転しないのであれば地球以外の恒星や惑星が全て1分の狂いもなく24時間で地球を一周することになるがそれぞれの星は 地球からの距離が異なるのでこれは不自然だというものである。続けて、フォントネルは月や地球、木星の表面が都市ともに変化していることを告げ、実例として地球の高い山に貝殻の層が発見されていること、すなわちその地は古くは水の中だったことなどを挙げる。さらにフォントネルは木星で発見された王道孔などの最新の天文知識を取り上げる。 フォントネル自身が序文で、私の立場は、それまではもっぱら、ギリシア語でのみ扱われてきた哲学的な題材を、自国の言葉で述べようとくわてた時のキケロと、ほぼ同じものだと述べているように、本書は、学術用語のラテン語ではなく、フランス語で書かれている。本書が生まれた背景としては、17世紀、フランスにおけるサロン文化の発展が挙げられる。 サロンは知的水準の高い女性を生み出し、特に17世紀後半になると、科学的な公開実験を見物する女性が多く見られた。本書に登場する G 公爵夫人も、話の聞き役に徹するのではなく、フォントネルと基地にとむ対話を交わしている。この夫人にはモデルがおり、フォントネルが出入りしていたサロンの女主人の娘である、ラ・メザンジュール夫人と考えられている。 内容面での特徴として、デカルトの稼働説を取り上げたことが挙げられる。フォントネルは稼働説の推進者で、アイザック・ニュートンによってこの説が否定された後も指示を続けていた。本書にもその影響が現れている。また本書では、他の惑星に住人がいるという設定になっているが、この発想自体は、すでに小説などで見られていたものであった。ただし本書はそれを、 空想的なものでなく、より現実に近い形として提示している。そのこともあって、出版後は他の惑星の住人に神の力は及ぶのかなどといった論争が巻き起こった。これがカトリック教会が本書を禁書目録に載せた原因とも考えられている。ホントネルは本書の天文情報については、重版時に内容を書き換え、最新のデータに更新していた。 例えば金星の大きさについて、初版では地球の40分の1と書かれていたのを1708年版で地球の1倍半と改め、1742年版ではさらに地球とほぼ同じくらいの大きさと改めている。しかし本書に述べられている科学的事柄には基本的に新規性はない。本書が独創的なのはフォントネルの魅力的な文章と構成。 随所に現れる比喩などの読者を楽しませる要素にあると言われている。本書は、フォントネルの死後も広く読まれ、1800年頃には、英語、ドイツ語、イタリア語、デンマーク語、オランダ語、ギリシア語、ポーランド語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語に翻訳されている。そのため本書は、コペルニクスの地動説やデカルトの可動説を人々に普及させる点において力を発揮した。 また、本書の発刊以後、男性が女性に向けて自然科学や宇宙について語るという筋立ての書籍が複数の著者により出版されるようになった。ドイツの数学者、ヨハン・ハインリッヒ・ランベルトによって書かれた宇宙論に関する書簡は本書の続編という扱いを受けた。ランベルト自身もこの本の序文で、基本的にフォントネルの思想の延長上にあると記している。 1688年に本書の英訳を手掛けた女流作家アフラベーンは本書の文体や登場人物である公爵夫人の描かれ方を好まず科学を深く理解するには不適当と感じたという。レオンハルト・オイラーは1769年に出版された科学入門書ドイツ王女への書簡でフォントネルを引用し世界の複数性について論じている。 ドイツの天文学者、ヨハン・ボーデは1781年、本書の誤りを修正して、膨大な注釈をつけた、改訂版を出版している。フランスの天文学者、ジェローム・ラ・ランドも本書についての書籍を出版し、紹介に努めた。ただし、ラ・ランドは、本書の文体については、否定的で、彼の対話中に散りばめられた心地よい意味は、我々の世紀の趣味には合わないと記している。 ゴットフリー・トライプーニッツは本書について、自然界の不思議さを強調していないため、神業と職人形、あるいは自然と人間との間にある無限の距離が感じられなかったと批判している。スイスのシャルル・ボネは、私はフォントネルの世界の複数性についての対話を読んで有頂天になり、何度も読み返した。この無類の対話が、新しい諸観念を心から待ち望んでいた若者に、 与えた深い感銘を十分分かってもらえるだろうと述べている。フランスの哲学者ボルテールは本書を一部では評価しながらも、可動説の箇所は受け入れず、さらに本書は読者に迎合しすぎた作品だと批判している。また、コント、ミクロメガスの中では本書を揶揄する表現が見られ、フォントネルを模した人物も登場させている。ありがとうございます。